3着がどうにもわからなかったので、生まれんでフィエルマンからの流し、エタリオからの組み合わせはガミルノで馬単と単勝で補います。オッズがまだ固まっていませんので資金配分が難しいですが、エタリオが飛んじゃうとなかなかのオッズになりますので、一番人気苦戦のデータにここはあやかってみたいと思います。競馬ファンの皆さんの夢を乗せてファンファーレが高らかに鳴り響きました。平成最後の大一番です。第159回天皇賞春、飛び出しました。見事なスタートを見せた頭数13頭各馬です。フィエルマンは後方から行くのかどうか、さあ先行争いですが、真ん中から名将鉄痕か、内からはボージュが果敢に先頭に立とうとしています。押して押して和田龍二、ボージュが先頭に立ちました。2番手に名将鉄痕が続いている。さあロードバンドールはどうするのか、横山則弘は現在3番手です。じりっと接近していきました。内から6番の角地プリンスが続いている。最内にチェスナットコート、真ん中にはパフォーマープロミスです。そしてその後ろ7番のグローリーベイズがいて、クリンチャーがいて、そして10番のフィエルマンです。ここにいました。後方から4番手から5番手あたり、その後ろリッチマンがいて、ユーキャンスマイルです。さあエタリオの方は11番の健闘が続いている。この後にいましたエタリオ、最後方からのレースを展開するということになりました。ミルコデムーロです。さあ正面スタンド前に入ってきました。静寂の正面スタンド前、これから大歓声が沸き起こります。ボージュが先頭。さあ前半の 1000m 59秒8、比較的よどみのないペースでいきました。59秒8というペース。2番手にはロードバンドール、そして中段ぐらいに8番のパフォーマープロミス、その後ろに10番のフィエルマンです。オレンジ色の帽子フィエルマン、最後方からエタリオ。エタリオはかなり遅れての最後方追走ということになりました。この辺りミルコデムーロの胸中やいかに。緑のターフを駆け抜けていく頭数13頭です。平成から令和へとつながる新たな時代の架け橋、淀野2マイル、天皇賞春、最後方からエタリオという展開。中段にはフィエルマンです。向こう上面に向かっていきます。比較的よどみのないペースを作っていった。ボージュ先頭で1馬身半のリード、2番手にロードバンドールが続いている。3番手に名将鉄痕、その後ろ角地プリンス、さらにここにじりっと上がったフィエルマン。先団を見るような展開に持ち込もうというところ、真ん中からパフォーマープロミスはちょっとかかり気味か、チェスナットコートが続いている。その後ろ2馬身半離れまして、12番のクリンチャーがいて、グローリーベイズ、そして3番のリッチマンです。後方からユーキャンスマイルは末足にかけます。そして11番の健闘、ここにエタリオです。この向こう上面の中間でゴーサイン沸きます。京都競馬場が沸きます。ここから差を詰めていこうというところ、頭数13頭固まりました。ここから坂の頂上にかかって頭数13頭固まった。名将鉄痕がここで先頭を並びかけていった。エタリオ上がっていった。エタリオ中段だ。エタリオは向こう上面3コーナー手前でロングスパート。エタリオは中段まで上がってきました。そしてその前にはフィエルマンが続いている。先頭に立っているのは角地プリンス。角地プリンスが先頭に立って、もう射程圏に入れたフィエルマンです。 3,4 コーナー中間でもうフィエルマンが先頭に立った。その外からグローリーベイズです。その後ろからエタリオはロングスパート、直線コースに入った。さあフィエルマンだ、フィエルマンか、外からグローリーベイズだ。グローリーベイズが差を詰める先頭だ。もう一度フィエルマン、もう一度フィエルマンだ。グローリーベイズがフィエルマンか、その後ろから懸命にエタリオとパフォーマープロミス。さあ激しい争いになった。平成最後の天皇賞、フィエルマンか、グローリーベイズか、2頭のデッドイート祭りするんだった。内からはフィエルマンだ、内からフィエルマンだ。グローリーベイズを抑えてフィエルマンです。フィエルマンです。平成から令和へ、そして世界へ羽ばたいていくフィエルマン。敵が読み事に制しました。グローリーベイズ
ヒートを見事に制したクリストフ・ルメールとフィエールマンです。それでは換金しに行きたいと思います。レッツゴー。知ってね。